コーヒー塾のヨゴです。今日はですね、見るについて考えてみたいと思います。伝道、手引き、大きく分けて2つありますね。今日はこれを比べてみたいと思います。伝道式の見る、まずですね、見るの条件として、2つほどですね、どういう見るがいいのかっていう条件2つほどあります。1つは、なるべくマメに、圧力をかけない。圧力をかけることによってマメに熱が加わるので、これはよくありません。なので熱をかけない、どっちが熱がかからないかっていうのが1つはですね、引く時間、電動で引く方が早く引けます。こっちの方がゆっくりです。ということはこっちの方が力がかかっていないんですね。なのでそういう意味ではこっちの方が丸だと思います。もう一つ、豆は引く、出てきた粉はちっちゃいの、ちょっと大きい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 、いろんなサイズの豆が実はあそこの中には出来上がってるんですね。本当はこのくらい出ててほしいと思ってるのに、もっと細かいものも出る、もっと大きなものも入ってるんです、中には。これの幅がなるべく狭い方がいいんです。ということでいくとどうなのかというと、実はこっちが丸ということで、1対1、まあどちらがいいかと言われると1対1だと思ってます。なので、僕が推奨するのは電動でゆっくり弾けるもの、これを探していただくのがいいんじゃないかと思っています。